はい、こんにちは。相鉄沿線散歩ダグバです。現在8月23日5時35分です。瀬谷に来ています。今日はね、もう瀬谷を語るならちょっともうここは避けて通れないというか、まあ、むしろもうなんかいつかやらなきゃいけないなと思ってたんですけど、もう今日やっちゃおうということで向かってます。瀬谷区北部地域、総まとめで行っちゃいます。行ってみましょう。気持ちいい。誰もいねえ。あ、いた。いた、いた。蚊が、やっぱこの時間、蚊がいるの。かわいい、かわいい。よいしょ。で、北部地域特集、まずね、一発目はね、瀬谷町。まあ、細宿エリアだね。で、各一箇所ずつで、1本ないし2本ちょっと短めの動画を撮って最後切り合わ貼り合わせて編集して、おお、またショートムービー作っちゃいます。まあ、今回はエモい動画とかじゃなくて、まあ、ちょっと紹介動画、北部地域紹介動画的なものを作れたらいいなと思ってます。はい、そろそろ瀬谷町かな、これ相沢7丁目細宿方面に今向かってます。いいね、いいね。あ、見晴らし公園、細宿の会でやったな。ドローンか、確かドローンやったんだよな。で、ここどうしようかな、何撮ろう。まあ、団地だよな、ここもな。よし、じゃあ行きましょう。次どこ行こうかな。信号の、あ、何これ、あ、いいのか。よいしょ。そしたら、ちょっと遠いけどな卸本町遠いな。あ、でもしょうがないか。卸本町はどうかな。何がある？建物いっぱいあるね。トラック、ひとまずちょっと、じゃあ時間も限られているので行ってみましょう。で、海軍道路か、出ましたね。よいしょ。海軍道路、海軍道路。わお、ごめんなさい。はあ、やっぱり今日も曇りだね。本当に天気に恵まれない男だね。これまっすぐ行くと卸本町でしょ。お、いいね。だだっ広いね。
はい、卸本町だね。読売新聞前来ました。目黒交番前という信号ですね。今日平日だからね、もう渋滞始まってるわ、上りの。大変だ。おっしゃ、行くぜ、卸センター。待ってろや、ピーピーピー。これ一般人入っていいんだろうか。いいんだよな。チャンチャン、さらに奥へピーピー、ブンブン、テンション爆上げ、イエイエイ。すごいね。わお、会社いっぱいだ。働いてるね。あ、まだ働いてないか。わあ、わわわわ、怖え。ここでけえトラックばっかり走ってる。やべやべ、むしろ逆走。あぶんねぶんね。じゃあ、あれか、北町か。えらい時間かかるな、これ。北町って何があんの。おお、ブックオフ。工場。あ、物流センターだ。おお。あー、またマニアックなとこ来ちゃったな。なんか撮るとこ探さないと。なんか透明が走ってたよな、この辺。それ撮るか。しばしお待ちを。タイムラプス。よいしょ、着いた、取ってきた。よし、次。じゃあ見えてるから行くか。五貫目町ね、次。もう五貫目町って言ったらもうここしかないでしょ。っていうか他に、っていうかこれがあるから五貫目町って地名がある、西安にね、わかるようなもんだよ。マークスプリングスね、行きましょう。ここ何なんか撮影やばい気がする。大丈夫かな。どうかな。お、まあまあ人いねえな。やるなら今かな。よっしゃ、今何時？6時半だったら大丈夫だべ。行ってみよう。急げ急げ盗み取り。盗み取りとかでっかい声出ちゃったよ。チャチャチャラチャ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 ラチャチャチャ。犬も怪しんでいる俺のこと。よっしゃ、行くで。
くって行くって隠し撮り、行くって行くって隠し撮り。立ち入り禁止って書いてあるもんね。いきなりだもんな。やばそうだな。住人、僕は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 住人。よし、じゃあここを、ここは皆さんも連れて行ってあげるからね。やばいやばい、ついにこれをやる日が来てしまったか。何がですか？何がですか？もう私。これで終わり。よっしゃ。わお。本当ね。すごいね。びっくり。こっちじゃないんじゃない？こっちから出れんの？こっちじゃない気がしてきたけど。あ、出られた。めっちゃ笑ってる。こう行っちゃおう。よし、OK。よし、じゃあ上瀬谷だ。ぼちぼち、ぼちぼち、上瀬谷です。よし。じゃんじゃんじゃん、来ました上瀬谷。どうしよう、上瀬谷住宅でしょ、だからもうこれしかないじゃん。沿いを下ります。わお。
風が気持ちいいね。で、八幡神社っていう神社があって、瀬谷八福神のうちの一つ。そこを竹村町としたいな。竹村町じゃないのかな、あの辺。竹村であってほしいな。住所的にはどっか書いてない？いやダメだ、上瀬谷町って書いてあるよ。上瀬谷かぶっとるじゃん。おい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 、上瀬谷じゃん。上瀬谷今撮ったじゃんよ。はい、じゃあ竹村町本当に向かいますよ。竹村ちゃん、うわぁ、ここも怖いな。雪がすっごいやばいな、これガッタになるな。よいしょよいしょ、やだな、車がいっぱいだよ。うわ、バスが来よ。おおお、バスが来たよ。おい。ちょっと、危ねえぜ。きぃ。バスが来たよー。バスが来たよー。ここどこ？これ竹村じゃないの？上瀬谷町じゃん、まだ。瀬谷は広いな、縦長だな、やっぱ。ああ、竹村町来たよ。竹村、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 うわわわわわわ、怖っ。怖っ。なんだよこいつ、このバス。ほんと危ねえな。危ないな。なんだよこれ。それでもまた前に出ちゃう。危ないな。ちょっと待って、これ危ないから渡る。あれ、こっち渡る。で、もう竹村、中屋敷はもう、ダメ、川、川行きますもん。危ないな、ここ。よいしょ。こっち行きます。命がいくつあっても足りないよ。境川行きますね。階段登んなきゃいけないんだ。しょうがないな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。なんだこれ。出るの？ちょっと降りてみようか。
最後までご覧いただいてありがとうございました。瀬谷区北部地区特集、いかがでしたでしょうか。やっぱり瀬谷はまだまだ田舎だねっていうのがもう本当に今日感じた感想です。ツイッター、インスタグラム、ブログ、たまにやってます。ぜひこちらも仲良くしてください。次回お邪魔するのはあなたの街かもしれません。それでは。